どうやらすれ違いのようだ。幸福とは無駄なことをする。慶喜は寺にこもっている。なのに戦火を広げるのは賢いのか馬鹿なのか。それに2000や3000の兵で本気で立ち向かうつもりなのか。奴らは死に物狂いだ。死に場所を求めているようにしか見えない。好きにしろ。奴らのところに戻ったら伝えておけ。気が向いたら俺がお前を奪いに行くと。誰かいるのか？江戸に戻っていたのか？無事でよかった。私か。私はね、実は薩長軍の下で働いていたんだ。それなんだ。今も官軍の下で羅刹の研究をしているのだよ。まだ江戸城が降伏していないじゃないか。私の仕事はね、羅刹隊を利用して江戸を火の海にすることなんだ。何もかも新政府軍のためなんだよ。
羅刹の力は素晴らしい。さあ、お前も一緒に羅刹となろう。そして私と一緒に来なさい。コードはどういうことだ。風間様、なぜここに。俺の質問に答えよ。羅刹の研究は中止したはずだ。なぜお前がそれを続けている。それは羅刹を餌に官軍に取り入った。二人ともなぜここに。それは俺が聞くことだ。なぜお前がここに。私は行動の行方を追っていました。信じる信じないは勝手だ。だが鬼の一族として道を外れた行動は切らねばならない。
前にはまだわからないだろうが、これがこの国のためなのだよ。ここで出会えたのも導きだ。さあ、私と一緒に来るのだ。強い鬼の血筋の娘だからだ。その強い鬼の血を私の羅刹に役立てよう。よく言う犬の分際で。あなたも来ていたのか。言わせてもらいますが、あなたも薩摩藩に雇われ人間のために働いていたではないか。遥か昔、幕府に追われていた我ら鬼の一族をかくまってくれた薩摩藩には恩義がある。この度はその借りを返すため倒幕までは手を貸したまでのこと。だが貴様の行為は鬼の神器にも当てはまらない犬畜生以下。貴様のように羅刹に身を落とし、斧が栄達のために政府に尾を振るなど鬼の恥だ。今ここで死ぬ。その上からの態度、前から気に入らなかったのだ。私の棟梁たる鬼とはいえ、これだけの数の羅刹を相手にできますか。かかれ。自慢のまがい者どもを殺して、が、どうなっているのだ。あのようなまがい者、私一人で十分。どこ？貴様ら、鬼のくせになぜその力を使わない。その力があれば天下だって取れるものを。
羅刹の利用か。薩長が天下を取ってもすることは徳川の世と変わらない。結局どいつもこいつも権力と金が欲しいだけの亡者だ。